久保さん、あのー、僕、ちょっとね、考え、あのー、ちょっとこれいいなと思って、まあ、あの、今回、3、4を手放して、まあまあ、Z4 をね、あのー、買って、で、これ、まあ、10年か、まあ、5年か、分かんないですけど、乗って、次乗る車、久保さん <laughs>、次乗る車、また3、4にしようかなっていう <laughs>。 またこれ僕が、まあ、34ってシリーズがあるんですよ。だけどそのあの僕が今までその乗ってたのが v スペック2ってやつなんですね。v スペック2 VSPEC2 のもっと上のグレードでニュルっていうのがあるんですよ。で前の GTR オーナー僕が、ね、乗ってたその v スペック2に乗ってたオーナーがそのステッカーチューンをしてたんですよ。 ステッカーチューンって何かっていうと V スペック2なんだけどもニュルっていうねステッカーをこう貼ってたんですよでニュルじゃないんですよ、ね、なんかそのニュルどうだみたいなね <laughs> そ,のそのステッカーチューンだったけど本物ニュル買うみたいなそうなまあまあ5年後とかだったらもっと爆上げしてると思うんですけど逆に言うと爆上げしている状態で買っ,買っ,買っ,こう買ったぜみたいな <laughs> <laughs> まあなんか4000万で34買いましたみたいなねいいじゃないですかなんかその数昔はね、まあ、34GTR も、まあ、300万300万台で出さたりあったんですよ十何年前はでも今も,もうそんなのないですからこのニュルをちょっとね今探してこれあるんですよ一応しかもあの前買った会社さんで置いてあるんですね 多分めちゃめちゃ高いんで、これまだ売れてないんですよ。だから逆に言うと、高いから売れてないっていうね。そう。多分ね、これ、ニュルね、4000万ぐらいじゃないかな、おそらく。多分4000万ぐらい。まあ、お問い合わせくださいなんですけど、4000万ぐらいだと思いますね。売るとしたら。もしくは5000万か分かんないですけど。うーん。ほんと、その3、4の中でも希少車をちょっと買おうかなっていう。 なんかすげえちょっとワクワクしてきましたね。あそういう選択あるなと。だもっと頑張って稼いでもっと頑張って稼いでもう3、4のもう最上級を買うっていうこれどうすか、久保さん。<laughs> ね、死ぬ前にね死ぬ前にやっぱ3、4で終わらすでも3、4も一番最上級みたいなね3、4のグレードの中でも一番最上級を買っていくっていうこれちょっとね <laughs> あの新しい 夢が <laughs>。なんか、いいっすね。やっぱあの、なんだ。物欲って大事っすね。物欲って <laughs>。ま、車のために頑張る人生はまたいいんじゃないかなと。何かのために頑張る。何かを手に入れるために頑張る。ま、人から見るとね、あの <laughs>、バカじゃねえかって思われるかもしれないけど、ま、あ僕は、 まあそれで幸せなんでいいんじゃないかなと。人それぞれじゃないですか。うん。例えば、その、あの、ペットをね、育ててね、ペットを我が子のように育ててね、そこにお金をね、多分何千万ですよ。ね、ペットの、その、いろいろなお金ですよね。全部含めると、多分何千万使ってる人、世の中に5万といると思いますよ。うん。でも、ペットですよ。人間じゃないですよ。人間じゃないです。 でも人間じゃないけれどもそこに何千万払う人もいるわけですよ。まあその人はその人で幸せなわけじゃないですか。犬に何千万払う、猫に何千万払う、トータルでね。僕は、あのー、車っていうただそれだけなんで。<laughs> うん、だから幸せのなんか、あれっていうのはそれみんな違うんで。うん。でもなんかちょっと一つ目標ができましたね、なんか。あ、そういう、だから考えてたんですよ。 次、その乗る車どうしようかなって、もう次も、もはや次を考えてたんですけど、次、乗る車どうしようかなみたいな、考えてて、まあ、その動機っすよね、やっぱ仕事頑張っていく上で、なんか一つはでもなんかあった方がいいと思うんで、ちょっと、なんか思いつきまして、ひらめいて、これちょっともしかしたら現実になっちゃうかもしれないですね、久保さん。<laughs> ちょっとかっこいいですね、これ。ちょっとこれかっこいいんで、これちょっとマジで。やばいっすね。で、その会社さんもね、多分僕に譲ってくれると思います。多分オーナーをもし選んだとするならば僕を選んでくれると思います、それは。だって、買ってるし、売ってるし。もう、あの、歴があるのでね、そこの会社さんとお付き合いが。 まあ、ということで <laughs>、はい、次の車と話しておきましょうかいってらっしゃい